えー、えー、うん。まあ、語ることがあったら、真面目に語ってると思うんですけどもう前回、前々回の通りで、今日感じたことは今日感じたことで喋っちゃうじゃない喋ったんですよ。さっき動画にしたんですよ。ええー、まあそんな感じで、髪の毛もこうだし。で、まあ、前世が一切変わんないですよ。自分のことしなきゃいけねえつって。うん、もう本当に思うよ。本当に、もう、ええー、思いますね。うん、結果的に、まあ、 そうだね。自分のことしなきゃいけねえって言っただけですね。もう自分の仕事をして、まず自分のメインだもんね。自分の日々がメインっていう、感じられて、自分の日々生活がメインってって、それ感じられて、それがメインなんですよね。やっぱそれがメインって感じられて、そこでやっていけるチャンスが、まあ自分にも来たっていうことが、やっぱり、まあ、今は、 それがやる、やることがあるってことをこうちゃんとやるっていうことなんだろう真面目にやんなきゃなんないんだろうなという、すごく、あの、やっぱり見て思わさせられたという感じですね。いろんな人の思いがあるんですよ。まあ、一言で言えばね。で、その中で、まあ俺もみんなまあ頑張ってるし、俺も頑張ってるし、十分頑張ってるしですよ。十分やっぱ頑張ってやっていこうとした中で、やっぱ自分自身が、 やっぱやれるチャンスっていうのはね。やっぱ、を、巡ってきたならばやるかなってところも、なんで斜め向いてたんで。って感じだけどね。やっぱそれで、バリバリ飛ばしすぎてもいいわけがない。ちゃんとスタミナっていうのもちゃんと大事にしなきゃいけない。自分のね。ですわ。で、そういうことを考えて、考慮して、自分の、 やっぱり日々生活に入っていける、まず入っていける、まず入っていけるってことはすごく、さっき話した通りなんだよね。まず入っていけるってことはすごく、うんやっぱり、得やなーっていうのは思います。今、今、得やなと思うのも過去があるからなん,だなんだけどね。まあそういう感想がそういう感じですわ。感想はそんな感じでは自分の、やっぱ自分のね、 日々、生活、仕事、やっていき方がね、やっぱり、あって見えたならば、本当に、やっぱこう、しっかりやんなきゃいけないっていうね。本当に。はあ、だからバタバタをね、バタバタするんじゃなくて、バタバタするっていうことじゃなくて、やっぱ、気持ちも込めつつ、バタバタせんで、しっかり普通に自分のペースに、やっぱ、握って、それでやっていって、それでうまくいかんこともあると、うまくいくこともあると。 そういうフィフティフィフティっていうかい、そこで通して自分の、やっぱ、スポーツを観戦するとかがメインじゃなくて、自分の日々生活、仕事に入っていけるって言ったら、それを、もう俺も専念しようと思った試合でしたね。前、前変わんないですよ、前の試合の感想。言うとじゃねえか、つってね。変わんないですよ、前の。ほんとそんな感じです。だから、 レビューとかっていうのは、やっぱ自分のもっと自分の日々生活仕事に入っていかないとレビューはしないんじゃないかなーっていうレビューってってね。そんな感じが、そんな感じですね。一生懸命頑張った結果がこれなんっていうのもあるよね、過去から。過去から一生懸命頑張った結果がこれで、また新たな気持ちで始めていけるっていうことも、すごく、もう、やる、やるとはやるんですよ。 やるとはやるんですよ、もう。あ、そういう感じで思いましたね。俺とか。そんな感じ。